チャンプルーは野菜や豆腐などを炒めた沖縄料理。チャンプルーとは沖縄方言で混ぜこぜにしたものというような意味であり、野菜や豆腐に限らず様々な材料を一緒にして炒め合わせる。ゴーヤーチャンプルー、玉ーチャンプルーなどのように主な材料の名を冠して呼ばれることが多い。もともとはあり合わせの野菜に安価で毎日手に入る豆腐。 保存食である塩漬けの豚肉などを加えた沖縄の家庭料理であるが近年ではテレビ番組で紹介されるなどして沖縄県以外の日本各地でも食べられるようになった。ちゃんぽんの沖縄方言読みであるちゃんぷんからの変化と考えられるが外国語に由来するという説もある。今日の研究家の東、女勘潤はチャンプルーは中国語の 創夫寺に由来し、豆腐を炒める料理を指すとしている。ただし、中国にそのような名称の料理が存在したという記録は確認されていない。また、インドネシア語、マレー語のコンプワは、日本語のチャンポンと同様、混ぜる、混ぜたものという意味を持つ。豆腐なしのソーミンタシや一般の野菜炒めとの大きな際は、炒めても崩れにくく、独特の風味を持った。 島豆腐を使用する点であるが、野菜炒めというメニューに豆腐が入っていることも、沖縄では珍しくない。逆にソーミンチャンプルーのように、豆腐を使用しなくとも、チャンプルーと呼ばれる例もある。チャンプルーを豆腐を炒めた料理の意味とする立場からは、豆腐を用いないものは、チャンプルーとは呼ばないのが慣習であって、腐やそうめんなどの炒め物は別の胡椒を用いるべきであると主張される。 また、チャンプルーという用語は、炒め物の中でも強い火力で短時間に調理される場合に限って用いられ、昆布や中身、根菜類のように比較的時間をかけて炒め煮にされる料理は、イリジーと呼んで区別されるのが通例である。安価な食材、家庭菜園で採れる野菜、あり合わせの素材など、材料は多彩である。苦りキャベツ、玉ねぎ、人参、もやしといった野菜や、島豆腐、 豚肉、卵などが多く使われる。戦前には、スーチカーと呼ばれる豚の塩漬け肉や、あんだかしいなども使われた。戦後は、沖縄では、流通経路の違いから本土に比べ安価に、流通しているポーク缶などが広く、素材として普及するなど、素材も変遷する。豆腐は硬い島豆腐が使われるが、沖縄県外では水切りをした、木綿豆腐や厚揚げなどで代用される。 平鍋にトンシを溶かし、素材を順々に炒める。現在では、フライパンや中華鍋にサラダ油をひいて炒める場合が多い。豆腐、ポーク缶などの味に加えて、塩、醤油、カツオだし、または、化学調味料などで味付けをする。砂糖を入れて少し甘くしたり、風味付けに、カツオ節やピーナッツバターなどを用いることもある。溶き卵を加える場合は、 最後に混ぜ合わせて仕上げる。沖縄ではポピュラーな島豆腐とスパムを使ったゴーヤーチャンプルー豆腐。チャンプルーチャンプルーは主な材料の名を冠してチャンプルーと呼ばれることが多い。以下には代表的なチャンプルーの名称とそれに使われる材料を記した。ゴーヤーチャンプルー最も有名なチャンプルー。この料理が広く知られるようになったことでゴーヤーが全国に普及した。 タマナーチャンプルータマナーとは、キャベツのことで、キャベツ中心のチャンプルーを刺す。マーミナーチャンプルーマーミナーとは、もやしのことで、もやし中心のチャンプルーを刺す。パパイヤーチャンプルー完熟して、甘みの出る前の青いパパイヤを千切りにして、ポークや人参などと炒める。豆腐は、入れずにイリチーにすることが多い。チキナーチャンプルーチキナーとは、塩漬けにしたシマナーのことで、 これを中心に用いたチャンプルーを指す。ナーベーラーチャンプルーナーベーラーとは、ヘチマのことで、硬くなる前の若いヘチマを豆腐やポークなどと炒める。水分が多く、虫に状になるので、チャンプルーと呼ばず、ナーベーラーンブシーと呼ぶのが一般的である。豆腐チャンプルー非常に曖昧で、重減とも取れる表現だが、豆腐入り野菜炒めイコールチャンプルーという認識が定着する前の沖縄では、 豆腐の入った炒め物全般を総称してこう、呼んでいた。現在の飲食店においては、豆腐を主役として、野菜や肉類が少なめのもの、あるいは様々な材料を用いて、主となる野菜が半然としないものを指すことが多い。多種類の野菜を用いるものは、野菜チャンプルーとも呼ばれる。フーチャンプルー風ーとは、フのことで、沖縄県で常用される、 車部を水で戻した卵液に浸したものを野菜などと共に炒める。豆腐は使用しないため、風入り地と呼ばれることもある。ソーミンチャンプルーソーミンとは、ソーメンのことで、固めに茹でたソーメンを、ニラやネギなどの香味野菜、ポークやベーコン、トゥーナなどと一緒に油で炒めたものを言う。本来の名称は、ソーミンタシアン、仕上がりの状態によっては、ソーミンプットルーとも呼ばれる。 安価で保存性の高い乾麺類は前述のふと同様に冷蔵庫のない時代の沖縄では大変重宝され乾燥中華麺を用いた品そばチャンプルーといったバリエーションも見られる他地域における類似料理として鹿児島県奄美群島の油そうめんがあるまた日本本土においても江戸時代の料理書豆腐百鎮に豆腐麺という名前で豆腐と 小松菜を具にしたものが紹介されている。萩谷牧、語源の快楽、新潮文庫、新潮社、ISBN41 億13 137万5313。ありがとうございます。